柔らかいボール真ん中に来た。ダリベ右足、もう一度山形先制。前半の40分、なかなか流れをつかめなかった中での山田の今シーズン初ゴール。いや綺麗に、ね、流し込みましたね。そんなにこう強く振らずにしっかりとコース狙ったシュートでしたね。もう一回こうかってきて、はい、うまいですね。インサイドで流し込むような